はいどうも、孫さんチャンネル、孫さんです。ということで、今回はディスクロードバイクの洗車をしたかったんですが、急遽、この前輪のですね、ブレーキローター、これがひん曲がってしまいまして、洗車の前にこれなんとかしないといけないなという状態になってしまったので、今回は曲がってしまったブレーキローターの修理というか改善をちょっとやっていこうかなと思います。なんで曲がってしまったかっていうのは実はちょっとアクシデントがあったんですが、今年入ってから何回か関東の方でもね地震があったと思うんですけれども、特にね問題はなかったんですよ、家的にはね。ただ全く私もね失念してしまっていたんですけど、室内に自転車を置くために私こういうねポールを立てているんですよ。でこれが揺れによってちょっとちょっとずつずれていたというか歪んでいたようで、とある夜ですね、リビングで家族と過ごしていたら、どんぐらがシャーンというねとんでもない音がして、で何事と思ってこの部屋に来てみたら、このポールごと、もう自転車がどっちも乗ってる状態でポールごとこっちにバターンってね倒れていたんですよ。唖然としましたねでもまあ本当良かったなっていうのが、家族がねこの部屋に、妻も娘もどっちもいない時だったので、本当にそれが良かったなと思いました。で一応いろいろ点検したんですね、フレームが割れてないかとかディレイラーハンガーが曲がってないかとか確認したら、一応何も傷がなくて、わギリギリ良かったなと思ったんですが、前輪のブレーキローターでちょっと曲がってしまっていて、回したらねシャリンシャリンってちょっと音が鳴るんですよ。走ってる時は気づかないぐらいの音なんですが、かすかに鳴るんですよ。それがちょっと気に食わないので今回直していこうと思います。直すにあたって、工具が必要になります。それを用意しました。それがこちらです。映ってるかな、この細いね、間にいいローターを挟んでこうクイクイって曲げて曲がってしまってるところを直すというものなんですが、私も初めてやるので、もしうまくいかなかったらということも考えて、新しいブレーキローターも一応買っておきました。ついているものは105のものなんですけれども、新しく買ったローターはアルテグラにしました。ブレーキ周りっていうのはやはりもう命綱のところになりますので、私もブレーキは結構神経質になってしまうので、どうせ買えるならちょっと上のグレードにしようかなと思って買ったんですが、使わなければ取っておこうかなと思います。では早速ですが、ブレーキローターを直していきましょう。はい、ではブレーキローターの歪みの解消なんですけれども、実はやり方は簡単です。まずどこが歪んでいるのかというのを確かめるために回して音をね聞いていきます。わかりますかね、かすかにちょっと擦れている音がするんですね。じゃあどこが擦れているのかというのをまず探っていきます。お、ここだな。となるとこの擦れている部分のどこかにここだなっていうのがわかるように印を打っていきます。これは、付箋であったり、私は今回養生テープを貼っていますが、何でもいいです。ここが鳴ってるんだなっていうのが分かるようにしましょう。で、場所が判明したら、その部分をこの工具を使って差し込んで、これ思いっきり力を入れてグッてやってしまうと、余分に曲がってしまったりするので優しく曲げます。で、外してもう一回回します。まだ鳴りますね。もう少し曲げてみましょう。これを微調整していきます。ならなくなりましたね。これで OK です。はい、ということでブレーキローターの歪みちょっと直してみたんですけれども、いやーつい
思った以上に繊細な作業でしたね。私も初めてやったので、もっとね、本当は手際はよくできたのかもしれないんですけれども、まあ実際お店とかに持っていくと、もう任せたらやってくれたりもするので、まあ無理しなくてもいいかなとは思います。で、私の場合は、まあ今後極力ね、自分でいろんなメンテナンスできるようになりたいなっていうのがあって、今回はお店に頼まず自分でやってみようと思って、やってみましたが、まあ、なんとか成功って感じですね。まあ、皆さんはね、やってみたいっていう方はやってみてもいいと思うんですが、まあ、無理せずできる範囲でやっていただければなと思います。あとね、これちょっと面白い話なんですけど、実は今回このブレーキローターと、まあ、ブレーキローターの歪みを直す工具をワイズロードの新宿店に買いに行ったんですね。その時に、実は男性の方から声をかけられまして、園さんですよねみたいな感じで、で、待って、思い出せ、誰だって思ったら、YouTube って言われて、ちょっとびっくりしました。YouTube ご覧になっていただけている方だったようで、そういう角度から、声をかけられるというふうに、ちょっと想定していなかったもので、すごいね、実は伝わってしまったかもしれないですが、すごい緊張しちゃいましてね、ちゃんと受け答えがもしかしたらできなかったかもしれないんで、本当に申し訳ございません。またね、今後、お会いできた時にはね、ちょっとフランクに喋れるように。緊張しないようにしておきます。私もね、普通にワイズロードさんであったりとかは行ったりしますし、街もね走ったりするので、もし、見かけて、あれ、そのさんじゃねって思ったら、まあ、気軽に声かけていただければと思います。暗いかな。うん、以上、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。